遠くに飛ばすっていうのはバッターのロマンなんで、うん、飛ばせる人はかっこいいですね。バッターのロマン、ロマンなんですよ。遠くに飛ばす、だって君たちもそうだけど、プロ野球選手みんながすごいって言われるのは、みんなが自分が、俺も子供の頃やったことある、あんなに遠くに飛ばせないし、あんな球投げれないよ、 あんなに速く走られればプロ野球選手すごいなって思って興奮するわけ、やっぱすごいな、うん、でそのロマンをね捨てちゃいけないんですよ。うーん、ロマンの話ですか。そう、あだから 100m でスタンド入るよね、ポール際だったらとかね、120m 打てるから思いっきり振らなくていいよねってやってると、これはね僕はねプロ野球選手としてダメな姿勢だと思うんですよ。あ僕ね松井秀喜に一回行ったことあるんですよ、うん、松井秀喜でパーンって打ったらスタンドに放り込めるのに、神宮球場来たらポーンと当ててレフトに放り込もうとするんですよ。へー、さあ届くよ。で俺はこうオールスターで一回会った時に松井志が低いよとすごい、お前は数少ない 150m 打てる日本が生んだスーパースターなのに、何ポーンとレフトに当ててホームラン神宮で入れてるんだとそれはもうなるほどねダメだよって、やっぱり振りにかからなきゃもっとって言って全然もう聞いてなかったけどよく言われるのが、なんか柏木さん腰どうやって滑りますかって言われるんだけど、まあ特に競艇変わったりとか種目変わったりとか、技術戦のプレイヤーが入れ替わったりすると、まあ必ず聞かれるんだけど、まあ、僕自身はあんまりこう滑り方を誰か真似るとかいうのはなくて、まあ原点回帰するとやっぱりスキーアイドっていうのをスキーってやっぱ速いスキーしかないんですよね。速くて切れるターン、まあそこをいつも追い求めている時に、そのなんで速くなるか、速くなるかで速いターン一ターンだけだと次のターン繋がらないんで、じゃあ切り返しどうするかっていうところをどんどんでゴールまで何とか持ちたいって考えた時に、いろんな技術とか切り替え方法とかスキル踏み方とかを勉強していくわけで、根本には速いターンがしたい、切れるターンがしたい、まあこれしかないんじゃないのかなって思います。それ以外はいらないんじゃないのかなって僕自身は思ってます。だからスキーヤーにとっての大事なことっていうのは、速いターンをする、速いターンをするためにはどんな動きをするか、まあこれに尽きると思います。最近今いろんなスポーツ選手のこう動画とか見て勉強してますけど、やっぱり最後はそのスポーツ、その僕らとスキー何が最高かっていうのがだけを考えていくっていうのが大事なんじゃないのかなと思います。